2022年3月7日韓国ニュースです。コロナの新規確定者が6日0時基準で24万3628人を記録した中、過去1週間の累積死亡者は1013人を記録した。オミクロン変異による死亡者が急増し、高リスク群管理に集中しなければならないという指摘が出ている。中央防疫対策本部は6日、新規コロナの確定者は24万3628人、死者は161人だと発表した。3月1日を起点に確定者数は20万人前後を記録しており、非重症患者も885人を記録して右上向き曲線を書いている。累積確認者は445万6264人を記録した。京畿道平沢に居住する自営業者 A さんは最近、コロナの疑いの症状で妻と一緒に自己診断キット検査を進め、結果はすべて陽性が出た。近くの病気医院と保健所を訪れたが、線が長すぎて PCR 検査を放棄した。耳が閉じるにはマートに聞こえて生必ず品を買った。現在までも PCR 検査は考えていない。明らかな症状がない上、PCR 検査の陽性時、1週間の隔離に対する負担とすぐに生計に支障をきたすことができるからだ。自己診断キット陽性判定にも PCR 検査を忌避する確定者が増えている。主に自営業者、日雇い労働者、家庭主婦など職場に通わない人々で、孤立に対する心理的負担及び制御維持などが理由に挙げられる。政府が防疫医療体系を集中患者中心に改変した影響も小さくないという指摘が出ている。追跡管理と疫学調査。防疫パスがすべて中断されただけ。負担のある1週間の隔離を避けるため、自己診断キット陽性判定にも PCR 検査をせずに日常生活を続けることができるからだ。問題は、このような確定者を統制できる先の尖った法案が現在では全くないという点だ。感染伝播力の高いオミクロンの確定者が対面接触など日常生活を続けていく場合、確定者の防症税はさらに急になるという懸念が高い。6日 A さんは、もし PCR 検査を受けて確定判定を受けて自宅で隔離されても何の特別な治療剤があるわけでもなく、ただ総合風邪薬や解熱剤を服用して休むのではないかとしながら、格別なしで知って最大限の家にいながら私が知って治療をするのがより賢い選択だと思ったと話した。去る4日にはあるオンラインコミュニティサイトにある配達員がコロナ自家診断キット陽性反応にもかかわらず追加検査なしで引き続き配達日をしたと主張するなど類似事例が続いている。イギリスのベッティング会社が理財名とともに民主党大統領候補とユンソクヨル国民の力大統領候補の勝利確率をそれぞれ 33.33%、76.34% と予想した。イギリスのベッティング会社スマーケットは6日午前9時まで20代韓国大統領選挙勝者ベッドで次のような数値が集計されたと伝えた。これは去る1月イ・ジェミョン候補が 74.63% でユン・ソクヨル候補の 34.01% より 40% ポイント以上高く策定された結果が逆転したのだ。米国経済専門媒体ビジネスインサイダーは、スマーケットの賭けの結果が現実化した場合がある。2016年11月、米大統領選挙でドナルド・トランプ大統領の当選が予想できなかった結果で、スマーケットのギャンブルがトランプに賭ける規模が終盤に突然増えたと指摘した。同年6月、イ・
ギリスのブレクシット欧州連合脱退でも同様の流れが見られた。最近、北朝鮮の相次ぐミサイル発射と関連して、ユンソクヨル国民の力大統領候補が北朝鮮のキム・ジョンウンに向けて毒舌を注いだ。6日に行われた軽機動ウィジョン部の遊説でユン候補は、北朝鮮でミサイルを9回撃ったのに、文在寅政府は挑発という言葉を一度もできていない、撃つ、と指摘した。続いて、私に政府を任せてくださると、そのようなバラの頭も精神をはっきりさせる、と声を高めた。またユン候補は去る5日、軽機動公衆死刑安市場の前で開かれたユセデイジェミョンと共に民主党大統領候補に火を立てて彼の安保官を批判した。同日、合同参謀本部は北朝鮮が弾道ミサイルと推定される発射体を東海上で発射したと明らかにしたが、当時イ・ジェミョン候補は Facebook に朝鮮半島で緊張を増生する行為に対して厳重に糾弾するとし、緊張増生行為は決して容認しないと書いたことがある。ユン候補はイ・ジェミョン候補が挑発という言葉を使わないとピンチし、キム・ジョンウン、キム・ヨジョンが南側が挑発という言葉を書くのが嫌だという都市、国際社会で驚異的挑発、核搭載可能なミサイル実験だ、変な人じゃないか、と言った。それとともに、国民税を受けて国民の命と安全を守らなければならないのが政府の最初の目的なのに、無道な者たちがミサイルを撃つのになぜ挑発とは言えないのか。挑発と言えなければなぜ糾弾するのか、と強硬な立場を見せた。不正選挙論議について中央選挙管理委員会は6日、コロナ確定者と隔離者事前投票不良管理論議と関連して混乱と不便をおかけし、申し訳ない、と明らかにした。選挙管理委員会はこの日の夜配布した通知資料で安定的な選挙管理に対する国民の信頼と期待に及ばなかったことに責任を痛感すると述べた。選挙管理委員会は今回提起された各種問題点が選挙日には再発しないようにより細かく準備するとし、確定選挙人が記票した投票用紙を直接投票箱に投入する方法などを含む特段の対策を設け、7日全体委員会議で確定した後発表すると明らかにした。選挙管理委員会はこの日午前、謝罪文を発表したのに続き、1日に2度謝罪の意思を明らかにした。与野党が一声で叱るなど後嵐が去勢すると、重ねて頭を下げたものとみられる。先にコロナ確定者と隔離者の事前投票過程でお世話になった混乱が憲法上価値を毀損したという議論にまで拡散した。選挙管理委員会は、5日の貿易のために確定者が別の臨時記票ところで投票するようにし、これを選挙事務員が受け取り、投票箱に移す方法で事前投票を進めたが、有権者が直接投票用紙を投票箱に入れることができず、直接投票原則を毀損したという批判が出た。ソウルウンピョンク神社市洞住民センターの投票所では、民主党のイ・ジェミョン候補に記票された投票用紙を配布して抗議を受け、ソーシャルメディアには、記票となった投票用紙が密封されていないまま、プラスチックバスケットや郵便局の紙箱などに写っている写真が広がった。対韓弁護士協会はこの日の声明を通じて、直接投票と秘密投票という民主主義選挙の根本原則を無視した今回の事態が主権者の参政権を大きく毀損して不信を呼び起こすことができるという点で深い懸念を表明すると批判した。丸、中央選挙管理委員会は7日午前緊急対策会議を開き、事前投
票時に発生したコロナ19確定者、隔離者の投票管理不良に対する対策を設ける。選挙管理委員会はこの日午前10時、景気同化側庁舎で左派政権の路政基礎機関委員長を主催で非公開対策会議を開く。国会行政安全委所属の与野議員らは前日、国会で選挙管理委員会事務次長などを対象に緊急懸案報告会議を招集し、事前投票管理不良問題を叱責した。また、確認者と隔離者が直接投票箱に投票用紙を入れることができるようにする案を注文した。選挙管理委員会はこれに対する対策を設けた後、行政安全委に報告する予定だ。選挙管理委員会は、事前投票の時のようにコロナ確定者と隔離者用臨時票記書を設置せず、一般有権者投票終了後に投票所内で投票する要案を有力検討することが分かった。TBS 放送のキムオジュンのニュース工場が選挙放送審議規定違反で法定制裁を受ける。特定候補に対する支持意思を明らかにした人が公式選挙運動期間中に時事プログラムを進行できないように禁止した審議規定違反が理由だ。第20代大統領選挙選挙放送審議委員会は去る4日の会議でイ・ジェミョンと共に民主党大統領候補支持意思を明らかにした放送人キム・オジュンに公式選挙運動期間中放送進行を引き受けた TBS 放送について意見陳述を聞くことに決めた。意見リスニングはプログラム中止、関係者懲戒、警告、注意など法定制裁を控えて放送局のところ名を聞く手続きで、この日会議では審議委員9人の過半数5人が法定制裁意見を出したことが分かった。審議関係者は会議ですでに過半数で法定制裁意見が出てきて、意見聴取後の制裁の推移を決めるだろうと話した。法定制裁は放送会社の再許可及び再承認審査の過程で減点要因として作用する重聴解に該当する。現代製鉄予算工場で作業中だった20代の下請け業者の職員が鉄骨構造物に敷かれて死亡した。同社の唐津製鉄所で労働者死亡事故が発生してから3日後に再び惨劇が生じたのだ。6日、雇用労働部によると、5日午後1時40分ごろ、チュンナム予算郡の現代製鉄予算工場で25歳の A 氏が鉄骨構造物に敷かれて死亡した。自動車家具部品を作る金型の修理作業を進めていた途中、約1トンの重量の金型が落ち、その下で働いていた A さんを襲ったことが把握された。A さんは二次下請け業者所属だった。119消防隊が現場に出動したときは、すでに心停止の状態だったと伝えられた。労働部は作業中止を命じた後、具体的な事故原因把握に入った。同時に、産業安全保険法と重大災害処罰法違反の有無を調査している。現代春では去る2日にも死亡事故があった。唐津製鉄所で労働者57歳の B さんが湯水を溶かす大型炉に墜落して死亡した。現代製鉄が運営する事業場では、2007年から最近まで30人余りが各種事故で亡くなった。ロシア国防部は、ウクライナ側が自国原子炉を爆破し、これをロシアの責任で回そうとする工作を計画中だと主張した。7日、ロシア官営スプートニク通信はロシア国防省がこの日、ウクライナ右翼極端主義団体アゾフ部隊とウクライナ保安局であるスブはハルキウ物理学技術研究所の実験用原子炉を爆破する計画を立てていると明らかにしたと報道した。
そして爆破後、ロシア軍のミサイル攻撃を受けたと主張しようとしている都市外信記者が去る6日、ハルキウに到着したが、ウクライナ側の挑発行為を取材してロシアに責任を負わせようとしていると付け加えた。続いて、この地域を放射能で汚染させることができる挑発行為と非難した。今日も視聴していただきありがとうございます。購読とよろしくお願いします。